日本の次期戦闘機開発は着々と進んでいるようです。同時に進めている IHI 射程 XF9 エンジンの実用化への取り組みも順調そうです。今回は、XF9 エンジンと次世代戦闘機の共同開発計画 GCAP グローバルコンバットエアープログラムを見ていきましょう。やっぱり、純国産なんてことはないですよね。2022年12月、外交・防衛政策の基本方針国家安全保障戦略など、いわゆる安全保障関連3文書が改定され閣議決定しました。この閣議決定により、日本の防衛をめぐる議論が、様々な立場から、様々な反応を巻き起こすことになりました。この決定で、日本の防衛予算が、2023年度からの5年間で、現在の 1.5 倍にあたる総額43兆円に上がると判明しました。しかし、最終年には、NATO 加盟国の目標額と同じように、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げると見られています。NATO 加盟国は、ロシア・ウクライナ戦争の長期化を考え、防衛費を引き上げる方向に舵を切りました。日本としては、加盟国が、今後一定の防衛努力のため対 GDP 比 2% を基準値にすると予想したので、それに追随したというわけでしょう。日本は、今後の防衛予算の使途として、防衛力強化のため、スタンドオフ能力獲得と整備を進める方向を打ち出しています。従来より、飛躍的に、射程距離が、長い兵装の購入を進めようとしているのでしょうか。このスタンドオフ能力の第一目的は、日本に接近する艦艇から放たれた艦対空ミサイルの阻止です。日本を守る反撃能力を保有し配備すれば、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるということになります。つまりミサイル能力を向上させるとともに、自分たちが被害を受けるリスクを極力減らし、敵のターゲットを攻撃するという論理を実現しようというわけです。このようなスタンドオフ能力を備えた兵装を、政府は反撃能力と呼んでいます。政治的認知を得ようとメディアでも使っていますが、専守防衛という日本の基本理念に反するのではないかという意見があります。日本を取り巻く軍事的現実は年々複雑化しています。が前期のような議論が完全に決着することはないでしょう。スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方で、戦闘機の新しい動きが始まったようです。その新しい動きが前での GCAP です。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同での次世代戦闘機開発を正式に発表しスタートしました。これがプロジェクト GCAP です。日本は現在空自が運用している F2 戦闘機をイギリスとイタリアが両空軍が現在運用しているユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化をこの GCAP では目指すということになります。空自の中では現在交友区分や呼称は廃止されましたが、かつては主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機という分類がありました。そして主力戦闘機はアメリカからの輸入もしくは国内企業がライセンス生産して調達すると決められていました。支援戦闘機は、アメリカとの共同開発が通例でした。現行の F2 戦闘機も、当初は支援戦闘機だったため、アメリカのロッキード・マーチン社製の F-16 ファイティング・ファルコンをベースに開発した機体でした。日本国内では、F2 戦闘機開発について、自国での単独開発を主張する意見がありました。しかし、太平洋戦争敗北後、自衛隊の戦闘機は、アメリカを含む連合国の意向で禁止され、軍備産業も抑制されていたのです。こうした事情があるので、機関部製造は不可能、航空機開発技術も大きく後退する羽目になりました。なので、前述の通り、F2 戦闘機は、F-16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得ず、機関部は現 IHI 社がライセンス生産したのです。また、航空機開発に関しては、日本は、すべての技術をアメリカに開示しなければならないという義務を課せられていました。しかし、アメリカは、主要なコントロール部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したので、偏った契約だったのです。
さらに、日本の希望する F2 戦闘機の仕様変更は不可能でした。政治的な問題はありましたが、不満の多い運用を強いられたのです。要するに、高い金額で買った、買わせられたのに、客の要求は無視されたのです。こうした F2 戦闘機の開発での苦い経験があったので、日本は、後継機開発については、機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間で、それを目的とした取り組みを進めてきました。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は、2010年から、次期戦闘機用の機関部を目指した XF91 エンジンの開発をスタートしました。そして、8年後の2018年6月に、試作機1機を完成させ、納入しました。納入された XF9 エンジンは、2020年7月までに、各種の性能テストを実施し、結果として、アフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮しました。この数字は、F2 にラプターに搭載されている F119 エンジンに近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも、1800°C という世界標準クラスの数値を叩き出したそうです。発電能力は、今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われますが、XF91 エンジンは、180kW を記録し、一定水準をクリアしています。XF9 エンジンは、実際に機体に搭載してのテストではないのですが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアしたことで、将来の戦闘機に対応しうると、大きな期待を集めました。さらに2019年開催されたマストアジア2019では、水力変更装置が展示されました。このマストアジア2019で展示された水力変更装置は、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57、スホーイ等にも採用されている水力方向を変更する装置です。この水力変更装置の目的は、搭載している戦闘機の機動性を向上させることです。機関部からの排気角度を調整し、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F2 にラプターでは、パドル式の水力変更装置が採用されているそうです。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式水力変更装置ですが、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式で最大20度の水力変更ができるそうです。いわゆる第5世代戦闘機は、機体本体に優れたステルス性能があるので、敵の攻撃を回避できると想定されていますが、機敏な機動性を確保するには、このような交付もあるというわけです。これまで述べてきたように、2019年に水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XF9 エンジン実用化に向けた実際的な取り組みが着実に推進されてきています。と言っても、今後の GCAP は、状況によっては、共同開発の変化もあり得るので、どんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況とも言えます。GCAP では、高級車で有名なイギリスのロールス・ロイス社が機関部開発を担うことになっています。ロールス・ロイス社は、イギリスやイタリアが採用しているユーロファイター・タイフーンの機関部開発も主導しているので、全体を統括する BAE システムズ社とともに、プロジェクト全体の主導権を握るのではないかと見られています。また、これまで、イギリス、イタリア、スウェーデンの3カ国が推進してきたテンペスト計画でも、ロールス・ロイス社は、機関部の開発を行っています。優秀なロールス・ロイス社ではありますが、テンペスト計画の機関部開発には難航していたとも聞こえてきます。とは言っても、ユーロファイター・タイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウには、すごいものがあるのです。ロールス・ロイス社は、昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から、製造までを、極めて短期間で行えるという自信を持っているという噂もちらほら。GCAP で、その進化がわかるだろうとも言われているようですよ。
ヒューガ、型と出雲、型の導入により、海上自衛隊の航空母艦は、実質的に4隻体制となりました。日本が、2種類の空母を合わせて4隻保有するという現状は、その意義と影響について考察する価値があると言えるでしょう。また、空母への F-35 戦闘機の搭載に関する議論は、今後どのように進展するのでしょうか。護衛艦加賀での F-35B 認証プログラムがアメリカで開始され、その四角い艦首が本当に印象的です。これからの展開に注目していきたいと思います。まず、日本の空母が4隻になる意味について考えてみましょう。2015年10月に行われた海上自衛隊の艦艦式の最大の目玉となったのが、新鋭護衛艦出雲のお披露目でした。この式は、3年に一度行われる海自最大のイベントです。出雲は、2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦で、その前に誕生したヒューガ、型のヒューガ、伊勢に続く3艦目となりました。余談ですが、このシリーズの艦名は、旧国名にちなむものですね。しかも、出雲はヒューガ型と比べると、一回りも大きく、自衛隊最大の艦艇となったのです。また、同8月には出雲、型2番艦加賀も進水式を終え、偽装作業も完了し、11月には試験航海も行われました。2番艦加賀が就役したことで、海自はヒューガ、型と出雲、型を、それぞれ2隻、合計4隻の航空母艦を保有することになったのです。艦艇は、長期間ドング入りする整備期間や、乗員の訓練期間及び実戦投入が可能な期間が必要です。それぞれの期間が3分の1ずつなので、4隻体制となって、常時1もしくは2隻の航空母艦が、有事の即応体制を取れるようになったそうです。しかし、実はヒューガ、型と出雲、型に求められる役割や能力が若干異なっています。これらは、護衛艦だから航空母艦ではないと思っている人もいるかもしれませんが、それは誤解です。そもそも、海自の護衛艦は、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種で、世界的には、軍艦もしくは戦闘艦に該当する名称ということです。例えば、金剛型や愛宕型は区分は護衛艦ですが、世間一般的にはイージス艦と呼ばれています。それと同様、ヒューガ、型や出雲、型も護衛艦ではなく、実際には航空母艦と呼ばれているのです。一般的には知られていませんよね。航空母艦ヒューガ、型のヒューガと伊勢に関しては、満載排水量19000トン、全長197メートルで出雲が就役するまでは海自最大の艦艇でした。主な艦載機は SH-60J K シーホーク哨戒ヘリコプターで、3機を同時に発着艦させる広さの甲板があり、エレベーターで結ばれた格納庫内には、マックス10機収容可能なスペースがあります。ヒューガ、型の主要任務は、味方艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する追戦作戦ですから、単魚雷発射艦、及びアスロック対戦ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置、VLS を装備しています。航空母艦としては、かなりな重兵装を積んでいることが特徴と言えましょう。一方、出雲、型の出雲と加賀は満載排水量27000トン、全長248メートルで、前述の通りヒューガ、型より一回り大きく、同時に、シーホーク5機を発着艦可能であるだけでなく、格納庫内には15機も収容できるのです。しかし、任務が違うので、ヒューガ型のような単魚雷発射艦や VLS は装備していません。最低限の自衛用兵装しか搭載していないので、潜水艦への攻撃は、シーホークや両艦に任せることになります。垂直離着陸型である、F-35B 戦闘機の艦載を語る前に、最低限の兵装しか、持たない出雲、型は、対戦能力重視型のヒューガ、型と比べると、より多様な任務に対応できる、本格的な航空母艦としての機能を重視したと思われます。具体的にはヒューガ、型と出雲、型は、手術室と集中治療室が備えられていますが、病床はヒューガ、型8床に対し、出雲、型は35床ですから、
当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点として考えると、出雲、型が優先されることになるでしょう。また、出雲、型の飛行甲板が一回りも広いので、陸自が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も便利に活用できると考えられます。と言っても、あくまでも、どちらが能力が高いかという話をしているだけでのことです。ヒューガ、型が上陸作戦の拠点となることも十分に考えられるので、出雲、型も対潜作戦のコアとしての役割を担うことは可能です。また、ヒューガ、型と出雲、型両艦のいずれも、シーホーク以外の大型の輸送、掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載できるのです。それだけではありません。必要に応じて、陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリや、大型の CH-47J、JH チヌーク、V-22 オスプレイの運用も可能とされています。おお、積み型は一見すると空母のようですが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化した艦艇です。ヘリコプターの発着艦はできますが、格納庫はなく、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は備えていません。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障における最大の課題が浮上したため、解決するために立ち上げた日本版海兵隊水陸機動団の発足と同時に、懸念されたのが海上輸送力の確保でした。一朝有事の際、多くの人員や装備を運ぶためには、空輸だけではなく、海上輸送も行わなければなりません。そこへ必ず投入されるのが海自の輸送艦大隅型というわけです。大隅型登場以前の海自は、2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったので、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたそうです。日本政府も、1992年、平成4年に始まった数ある PKO 派遣に鑑みて、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感したようです。その結果、大隅型3隻の建造は認可されました。従来の海自輸送艦は、海岸に乗り上げるホバークラフト型でしたが、大隅型は沖合に展開しつつ、L 客集艇や輸送ヘリを使った揚陸作戦もできます。大隅型は、約330名の隊員を乗せることが可能で、長期航行に備えた居住スペースも確保されているそうです。一方、装備面の輸送力として73式大型トラックなら、最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を搭載可能で、大隅型が3隻あれば、1個連隊規模の輸送ができる計算になるそうですよ。また、海自艦艇初の全通式甲板を採用したため、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリの離発着が可能になり、最近の改修工事のおかげで V-22 オスプレイにも対応できるようになりました。ただし、前述のように、航空機用の格納庫と整備機能が少なく、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえ、収益時に空母や強襲揚陸艦ではないのかという指摘が多かったそうです。大隅型は格納庫がなく、車両用エレベーターしかないので、空母に離れません。仮に無理をして、スキージャンプ台を設置したとしても、速力22ノットと全長 178m のサイズでは、固定翼機の運用は不可能なのです。格納庫を持っていないということは、非常に重要なポイントだそうです。これを理由として、大隅型は、強襲揚陸艦でも空母でもなく、ドック型輸送揚陸艦に分類されているのですからね。やはり、空母や強襲揚陸艦などの表現は、どうしても、国家の威信、財力の象徴と見さされることが多いのです。そうした風潮は、すでに現れていて、ヒューガ、型や出雲、型に艦載される予定の F-35B ライトニングに垂直離着陸戦闘機の議論が継続中ということです。それにしても、庶民としては、どうしても、予算が気になりますね。光熱水費を、代表として、ここ数年は、値上がり傾向が続いています。命を守るために、防衛予算を増やすのは一理ですが、
守るべき国民の数は年々減少していることを政府関係者は重要視していないんでしょうか。立派な最新鋭の兵器を購入して有事に備えていても、国民がいなければ無意味ですよね。日本の海上自衛隊は、日向、潟と出雲、型の航空母艦4隻によって、多様な海上作戦能力を持っています。日向、潟は、対潜作戦を主に担い、単魚雷発射艦やアスロック対潜ミサイルなど重兵装を装備しています。一方、出雲、型は、より大きな船体で、5機のシーホークを同時に発着艦可能で、航空母艦化改修が進行中です。出雲、型は、現在 F-35B 戦闘機の艦載を目指しており、将来的には、より多様な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能を強化する計画です。これにより、日本の海上自衛隊は、高い即応態勢を維持し、広範囲な作戦実行能力を確保することができます。